戦争をひっくり返してやる。よし、そんであの手前のをぶっ潰す。それで終わりだ。そううまくいく。苦しそうな顔してんな。どういう意味だ。悔しかったら面取って余裕顔を騙してみろってばよ、バーガー。待っていろ。バカな、これだ。出ていってやる。二重惑星螺旋手裏剣。眠るなんて、まっぴらごめんなんだよ。かなりすごいな。ナカシ、ボス、ずっと引っかかっていることがある。引っかかってる。まだ過去の域だ。あいつの術だ。俺の可能性は同じなのか。なんだと。もし可能の通り、二つが同じ術だ。それを作り出す目も同じだとすれば、術で生じる時空間も同じということ。まだまだ、このまま一気に畳みかけ。確実に倒せばいい。ただそれだけだ。戦争中とはいえ、ガキ相手ってのは気が引けるだな。せめて苦しまずに倒してやるぜ。やっ、ハコン、やっ。俺でも食らえ。
一人で大した度胸だ。しかし度胸があったとしてもどうにもならないものがある。今のお前がまさにそうだ。何？忍法！発射！迷彩学の術！ここでは残念だがな。まだ腕が震え上がる。くそ！恐怖は自分の弱さだ。乗り越えろ、オビト！合格！もう少しでリンゴ。もう少しで女を助けられるとでも思っているんじゃないか。カノン防御球の術。図星か。やはり考えも行動もガキだな、お前は。この俺が貴様ごときに本気を出していると思う。意外と粘る。過小評価していたようだな。よくもその腕で俺たちに挑んだな。だが、それだけだ。そろそろお前には消えてもらう。されるのは忍びとして当然だ。鍛錬システムがあんたのこととは運命の差ってことだよ。一瞬ムカつくな、てめえは。蹴りつけてやるぜ。任せろ。
な。ここか。何にせよ普段はしない。自然の力を持ってやる。前より相手の動きが見える。合格。シャルインガンの力。波動防戦者の術。ガキが調子に乗んじゃねえ。今お前らがいるのは俺の手の中だ。全然違うじゃねえか。生きて帰れると思うなよ。目障りなんだよガキども。経験の浅い奴らには必ず大きな隙が生まれる。